今日はライブなのに密着係までやってもらって。千里ちゃん疲れてない？私は大丈夫よ。ライブ前のあやちゃんの様子はファンの方々も絶対に見たいはず。しっかりと撮影させてもらうわね。よろしくね千里ちゃん。けどあやちゃん、本番前に客席に来たのは何か意味があるのかしら？最後尾のお客さんから私たちのステージがどう見えるかちゃんと確認しておきたいと思って。ほら、最後尾のお客さんにも私たちのライブをちゃんと楽しんでもらいたいから。あやちゃんが最近ライブ前にいなくなる理由はそういうことだったのね。本当はみんなも誘いたかったんだけど、本番前はみんな集中してるからなかなか誘えなくって。そんな遠慮する必要ないのに。今あやちゃんが言ったことは私たちのライブをより良くするためにとても重要なことだと思うわ。やっぱりそうかな。せっかくだから今日はみんなで集まってここからの見え方を確認してみましょう。うん、それいいよ。そうしよう。それじゃあ私みんなを呼んでくるね。と、あやちゃんは走って楽屋に向かいました。本当に優しくて頑張り屋で頼りになるリーダーです。あのイブさん、アンコール明けの曲の出だしなんですけど、ちょっと思ったことがあって。あ、そこの出だし私も少し気になってました。あそこはもうちょっと。あ、SNS でもみんな盛り上がってるね。あと少しだから待っててねっと。いよいよ本番だね。この雰囲気は毎回味わうけどなかなか慣れないっていうか。千里ちゃん、こういう時間って過ぎるの遅く感じない？気持ちはわかるわ。けれど子供の頃からこのプレッシャーには慣れているから。それに今日はビデオの撮影もあるし、緊張を感じている暇はあまりないかもしれないわ。そっか、私どんなに練習しても本番前はやっぱり緊張しちゃうな。あやちゃん、また顔がカチコチになってるよ。みんなでストレッチしようか。それは大丈夫。それに今はこっちを覚えないといけないから。ん？あやさん、その髪は何ですか？ああ、これは今日の MC の内容だよ。話の内容を忘れないようにいくつかまとめておいたんだ。おお、つまりあやちゃんのネタ帳ってこと？見たい見たい、見せて。え、これはダメだよ。先に見られちゃったらすっごい恥ずかしいもん。なんで？見せてくれてもいいじゃん。やめましょう、ひなさん。自分もコラムのネタを集めているからわかりますけど、それを見られるのは本当に恥ずかしいですから。そっか。それじゃあ本番を楽しみにしてよっと。あやちゃん、期待してるよ。プレッシャーが。大丈夫よ。あやちゃんの MC は成功しても失敗してもどちらでも結局は盛り上がるもの。確かに。けどそう考えるとすごくない？あやちゃんの MC って無敵じゃん。今回あやさんの MC はライブ中2回ありましたよね。開演直後とアンコール後、無敵の MC 期待してますね。そんな、やめてよまやちゃん。で、あれ、ちょっと待って、アンコール後は下手から登場だよね。あれ、上手だっけ。どうしよう、今になって混乱してきちゃったよ。あやちゃん慌てすぎ。みんなも一緒だから落ち着きなって。ひなちゃんの言う通りよ。何かあっても私たちがフォローするから安心して。そうです。だからあやさんはあやさんな
私だけじゃない、みんながいるんだもん。絶対大丈夫だよね。みんなありがとう。今日も楽しいライブにしようね。うん。